どうしたどうしたどうしたア <laughs> フラシジュさん <laughs> めっちゃ足痛いんだよつえを持ってきてってハイエナに頼んだんだけど飛行機とか車とか持ってくるんだよえどういうことハイエナさんえもしかしてペンギンを引いたやつ車とか飛行機でやばいよそれは。 せめて、これとこれはまあまあ、仕方ないとして、仕方ないとしてやで。これとこれは違うやろ。うん。違うでしょ、これとこれは。なんで、杖を持ってきてあげればよかったじゃん。杖とかじゃなくて、僕の考えだと、ペンギンがここにいて、で、こう車が行くと、ピュってこう乗って、そのまま行くと思ったんだよ。 いや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 、車のスピードって何十キロあると思ってんのハイエナさん。わかんない。もうね、結果といえばね、こうなるんだよ、車は。ダーン、ダダダダーンってなって、こうなるんだよ。分かったわかんない。まあ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 、ハイエナの考えもまあ、正しいかもしれんな。まあ、車に、その、上に乗る可能性もあるし、それは。うん。ハイエナの考え、正しいかもしれん。もしかしたら。うん、正しい、正しい。 生えない、いいことした。ありがとうそんなわけないでしょ <laughs> 車を持ってくるべきではない。杖をちゃんと持ってきてあげなさい。え、じゃあ、油足さんは何を持ってくるのペンギンがもし困ってたら。え俺もちろんケンタッキーだよねあ。ケンタッキーだよね、もちろん。たたたたたたた。 何言ってんの本当に。わあわあペンギンが連れ去られたエアカナダにうん。俺が連れ去るようにエアカナダに言っといた。マジかハイエナ意地悪だなぁ。つつく。